さよなら2007年年忘れ桃太郎電鉄16ゴールドゲーム大会イエーイ。今回はですね、パーティーゲームといえば桃鉄でございますね。この桃鉄みんなで遊んで参りましょうということでございまして、非常に年末らしい、ね、年末なんでもうこれね遊んで行ってもらって、うん、まあまあちょっと今年1年を振り返りながら、なるほどね、2人も紹介したり3人が、あ、いやだってもうめ紹介したげえな。まあまあキムやろ、うん、ずっと AD キムやな、はい、いいですね。でウケチやろ、うん、ウケチ。今日はどうするんですか。その今日はあの別に何もないです。ただ単に桃鉄をやってみんなで盛り上がろうというだけですから。たまにはそんなんもいいよね。わかりました。ただ単に桃鉄で楽しみましょうと、はい、なるほど、はい、ということでございますんで。わかりました。よろしくお願いします。イエーイ。いいねいいね。じゃあ、はい、桃鉄、はい、3年で、はい、3年たいと思います、はい、なるほど、うん。で、持ち金が1億、うん、あ、もうあるの。それから、はい、もうあの銀行が融資していただいております。あら、こすごい設定やな。で、最初からですね、急行周遊カード、はい、これ持っております。あ、だから、遠いところまで行けますよと。何回も使えるやつですね、はい、はい、このルールで行きたいと思います。はい、お願いします。どこだ。出雲か。出雲遠いで。島根県。神出ずる国。お蕎麦、お蕎麦。じゃ、平井さんですね。お。あ、もういきなり使いますよ。2個だけかい。何回も結構使います。だ。あの。やね。俺これ嫌やね。一個と変わらんっていう。そうや。ちょうどいけることで計算する。あ、ぶつかってない。見せない。やほだまじゃやつ。取り返しか。なにこれ。なんか取り返しようんやな。物件が。なあ。あ、7ね。7いいじゃないですか。えんちゃう、あ、赤いで。そっち行った赤いで。4月だったらそんなに取らないね。いきなりマイナスからっていう。なんかそんなのやったな。あ、早起きや。結構でかい、ね、でかいな。もう2000万あれやな。ほら、あ、あ、1だ。高いや、物件。買えないでしょ。なんか買えるよ。可能性でも高いっすよ。高いか。後楽園から。1はねえな。あ、あ、使うの忘れた。何を。何の可能性。知らない。みかんが。みかん。それがドロドロ。うん。出雲に向けて出発した社長たち、物件を買ったり順調に進んでいったのですが、7月平井社長のもとにあいつが現れる。遠回りやなこれ。俺の中で。二刀流出た。おっとこれ。わわわ。ちょこっギザってギザって書いてありますね。あれってことは？詐欺師？おやおや。キチギザ可愛いです。これは。きたきたきた。わわ。銀次。早いな。ねえ、なんかあれ。おお。でかいやろ。おお。なんか時代を捉えてる。おっと。何これ？記念線。なんだ。おおってなんだなんだ。記念線。めっちゃ詳しいな。これうちの兄貴が大好きなんですよ。あ、お姉さんが。お姉ちゃん。そうですね。キャバクラ嬢の。いや、誰かです。はい。何してんの。何ですか。どのぐらいすんの、いつも。ね、あ、99年やってますよ、全然。本当に。誘われますよ、全然。99年やろうって。そうそう。お姉ちゃん何やってるって。はい。クラブで。マジで。まだ働いてます。すげえな。さあ、これもういけるな。6マス。もう無理ですよ。残り6マス。やめといて。なんで2個やめといて。おお、本当だ。早い。すげえな。早いこれ。ひどいよ。すごい社長。これひどいよ。向かってた俺らの気になってくれや。いや来ましたねこれ。うっそ。ちょっとびっくりしましたけど。
はい、あ、高い、6億ですよ。でかいな。さすが、お姉ちゃんがやりまくってるだけあるな。え、なんなん、なんなんこれ。あれ、一番遠いからですね、駅から。そうですね。なんでやねん、貧乏ちゃうやろ、俺。続いての目的地は白馬。貧乏神がついてしまった平井社長には早くも災難が。これでかい。やった、これでかいな。似ちゃうんじゃない。いや13だから大丈夫。ついてないな、ほんま。おいおい、やばいよ、もう物件売らなあかんよ。取り出した、あっちゃん、何これ何これ、取り出しですか、ここに。ああどうしたどうしたこれ。ああ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 あ。この後も貧乏神のおかげで負債が膨れ上がっていく平井社長。しかしついていたのは貧乏神だけではなかった。寂しますいくで、俺は悪いけど。自分が。え、死ぬわな。ダイ。おお。マジっすか。さっさもずっと1位やったもんな。そうですね。ここで1好きが。うん。こうじゃないと人生楽しくないよ。マジですか。半分ぐらいです。まあまあでも半分になりましたよ。うん。あれ？おお。うん。おお。はあ。おお。おお、え、お、七億あるんですよ、だって。おっと、すごい。おお、来た、七億の負債が一気にゼロ。ま、町の人めっちゃ頑張るな。町やり手だな。次の目的地は那須。少し余裕が出た平井社長はここでトイレへ。その隙をこの男が見逃さなかった。おお。あそこです。ああこれはひどい。これは悪意が。ひどい。目的地を目前にして。お前らが成長で。平井さんもほらうんちうんち出るから。うんちしてますね多分。知らないな。生きてんかな。おい。マジかよ。すごい。運がいいっすね。運がね。やっぱりつきましたね。さっきやっぱり連動したんじゃ。来ましたね。歌詞1やで、ええ、試合さん、え、キムついたで。おい何してんねん。いやもうバシーって1が出ましたよ。ちょっと平井さんカメラの前横にやめてもらえろ。次回宮崎です。宮崎うわ遠いやないかい。しかし何も知らない平井社長は、あれあらあら、おや、平井さんがしてうんこじゃないですか。誰？平井さん、うんこあんなとこしたらあかんやん。こんなところに落ちてきましたよ。誰こんなんしたん。おい、どうしたらいいの俺。いや、もう計算までね、待つしかないですよ。なにこれ、誰こんなしょうもないことしたん。ちょっとブリブリ、ブリブリ。うんちカード持ってんの誰か知ってるけどだ。うんちに道を阻まれた平井社長は置いておき、1年目は宇吉社長がダントツトップ。果たしてその勝因は。お前なんでそんなうまい。いや独占です。うちの姉貴が大好きなんです。お姉ちゃんよくやんの。いやめちゃめちゃ大好き。どのくらいやんの。99年は。そんなにすんの。そらうまいわ。そうですね。ここでオズマから年越しそばの差し入れが。これにより2年目の流れが大きく変わることに。1年目トップの宇吉社長にハリケーンボンビーが取り付き、一気に大負債を抱えることに。うんちから解放された平井社長だったが、もらえるカードはやっぱりうんち関係。結局1年かけても目的地の宮崎にたどり着けずに決算。物件を吹き飛ばされた宇吉社長に代わりキム社長がトップ。ゲームはラストの3年目に入るのですが、その前に僕がもう忘れられないのはもうレッスルキングダム2のね。はい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 。ミスターベビーフェイス、ね、武藤社長ですか。今社長ですか。 ねハッスルにも出てますけど、あんなに見事に引っかかったのは生まれて初めて芸人して初めてやな。
そうですね、あんなに2人で息飲んで、あっ、はい、ってなったの。さ、サインくださいって言いそうになりました、ね、ほんまに、ほんまに。ベースはしてましたもんね。いやいや、ほんまや。だって他の誰も緊張しませんよ。はい、あ、欲しいやろ、サイン。欲しいですよね。あの人は欲しいわ。やろう。だって一緒に撮った写メもちゃんと残してあるもん。本当ですか、まだ。思い出話はこのくらいにして3年目に突入。ラストの年は特別ルールを導入します。さあ、この1年はですね、カードを使うごとにこちらで用意したカードを引いてもらいます。で、そのカードに書かれたことを実行し、オズマがお、これ丸を出すとカードを使ってもいいと、カードカードゲームが分かりました。追加されました。カードカードルールで、はい、いいじゃない。それでこの1年ぶっ通しましょう。よっしゃ、はい、いきますよ。頑張れ。30マスあるからな。ボンビーをみんな嫌がってるからね。じゃあ僕カード使います。おお、はい、ザラダン。神様って書いてますよ。神様、うん、はい、なるほど。え、オズマが、はい、神様となって、はい、キムの代わりに、はい、ゲームをしてくれます。リアルリアルボンビーです。マジっすか。貧乏神突っ込む感じだこれ。あっつ。突っ込みましたね完全に。おい。お、買う買う。結構ちゃんとしてくれてる。あ、買わない。え？クソ。クソってなんだよ。美術館が欲しい。美術館が欲しい。借金して買えねえんだからしょうがないでしょ。終わり。ちょっと買ってくれよせめて物件さ。大したことないな。だって1000万の収益 100% の店が3軒もあったじゃん。くそ、ありがとう神様。美術館が欲しいやってる。美術館大したことないね。これ何のおにぎり？これ牛カルビですよ、ね、お前食いすぎやもう。あ、飯食ってないですよ。知らんがな、お前もなんか食べて、おそば食べて、みかん食べて。お姉ちゃんゲームしながらそんな食べてよかったやろ。うちの姉貴は途中で食べるのが飽きるんですよ。え、おにぎりを？いや、ご飯自体は。何年やったら飽きんの？いや、99年。そんなにやんの？やりすぎですか？普通ですよ。オチカード。おー、出たこれ。これカード使うことになるんじゃないですか、これ。カード使う。え、どうやならへんやろ。これ、これカード。どうやるんですか、これ。カード、引かなあかんよな。引かなあかんよな。勝手に持ってるだけやろ。ほら、使ってますもん、だって。カードやな。うん、最悪やもう。じゃあこれいこう。ん？お、新年会で外さない一発芸。おーっと、そんなあったかな俺。読者の皆さんも必見。まさか。ほう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 。丸くして。おい、来たろ。さあ判定は。もう使ってるからね。でもカード使ってるからね。これ平井さんと受けしかできないですね。絞る時間が丸くせなかった。さすが平井社長、見事な一発芸を見せていただきました。カード使います。使わせてくれよ、もうだから。頑張れ頑張れキム。お願いします。はい、来た。ありがとう。モノマネカード。大丈夫、盛り上げるから。盛り上げるから。絶対無理。盛り上げるから。じゃあお願いします、ね、よっしゃ。はい、じゃあ、はい、お願いします。今年、はい、話題になった人のモノマネしていただきましょう。だ、タカアンドトシ。あ、できるかな。え、なんだっけ。タカアンドトシ。タカアンドトシ。両方両方。え、あ、あるある探検隊の人たちだっけ。あー、あんては。違う。え、逆に。逆にってなんだよ。モノマネでもなんでもなかったけど、なんか丸、神様丸なんで完全に間違えてたんだけど。あるある探検隊って間違う。逆にってなんやね。逆にってなんやね。よっしゃ来い。じゃあ。こんな真似してほんまに。まあまあまあ、はい、モノマネとか言われてもきついだよ。いや、カード使うんですか。何万か。4つなんで、まあ、ギリギリ手前で、ね、うん、カード使います。来た来た、ドン。モノマネカード。神様がモノマネしかないんじゃないのこのカード。いや、一発ゲームありましたよ、うん、あ、そっか。トゥク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 。さあ、今年話題になった人、
はい、さあ平井さんにやっていただきましょう。平井さんにやっていただくのはこの人の名前、柳原かな子ちゃん。さあさあ、それで平井さん分かってるんですか？大丈夫ですか？さあ、柳原かな子ちゃんで3、2、1どうぞ。どんだけかんたちゃん、おかしいかっこいい。お前知ってんの？いや全然似てないやん。とか何が嫌かって、こいつの基準が嫌やん。お前ただ一個もおもろかっただけで全然似てへんやないな。ちゃんと知らんもん、柳原加奈子さん。さんでも見ていいんだけど。うわっ、出た17。すげえ出た。ブン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 。大分。ブーン。カスメ取られる。足んねえ、足んねえよこれ。足んねえよこれ。あれ結局最後の最後の取り手が。でもマイナス20。いやでも付き合う。ダイヤモンド売りたい。あ、マイナスや。やっぱテレビ見とかなあかんな。そうですね。モノマネで苦戦した平井社長だったが、目的地の宮崎に一番乗り。援助金をもらって次の目的地札幌へ出発。そんな中、こいつに災難が訪れる。カードマスキャーカード、うわっ、これ見たこと、この人見たこと、あら田村健二、田村健二さん、焼き肉ですね。田村健二半分、半分、嘘、全部全部、うそー、いつすごい、めっちゃドラマありましたよ。ひどいな。しかしこの後、キムとウケチが宝くじに当たったり、あーちゃんに地域住民から援助金が出て物件を買い占めたり、平井社長が間違えてうんちを自分の上に置いちゃったり、いろんなことがあった旅も最後の月に。ここであーちゃんが最後の見せ場を作る。勝てないったら2か4でいけるよ。2か4、ほら見てみー、すごいな、なめんなよ。こっからこっからパレットパワー。これでカード引いたらいいんじゃない。おーおー、3回これ3回でしょ。ほら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 、3回すごい、芸人パワーすげえ、芸人パワーすげえ。わ、じゃあ3枚、じゃあ3枚、それじゃあモノマネ、モノマネ、今年あった面白い話、モノマネ、どれかありますか。それはまあやっぱりね、今年あった、今年あった面白い話、ある女性がね、はい、僕と、うん、まあちゃん、この内容は DVD に収録できません。とっととモノマネしちゃってください。じゃあまずはですね、はい、ルパン小島のモノマネでお願いします。平井さんの奥さん綺麗だよね。綺麗だよね。はい。じゃあこれ完璧にしてくださいね。はい、ビリー・ブランクスのモノマネをお願いします。今年一番ですよこれ。よーい、スタート。はいはいはい、スタート、はい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 、水を飲め。よっしゃ、あーバレてた、よかった。水を飲めなんか、暑疲れたら水を飲めって言ってね、言ってましたからね。いや最後にえらいの日でもたね。もうそうだったですね。ドラマチックですよ。いやー面白かったね。ちゃんと見せたでしょ。素晴らしいです。最後見せるのよ。今さらどうでもよくなってきましたが、一応最終結果は平井社長の優勝、見事な逆転勝利でした。なんかこの1年間をこう振り返ったようなゲーム内容だったね。そうそうそうですね。しかしモノマネしたな。いやこれ、ね、いかにお前らがテレビ見てないかっていうのがよくわかったわ。ひどいね。一番見てない2人がモノマネを。ここな。ここ。まあでも良かったですね。はい。これで来年も頑張れそうでしょ。まあ確かに。なんかやっぱりそう、なんか楽しいね。あ、
もうこのねこういう遊び方をぜひ皆さんにも、うん、なるほど、楽しかったですからね。こういうカードを作ってね、作って一個乗っけるっていうね、こう何かを乗っけるとより楽しい、より楽しい、それはいいかもしれない。あのこれがあの買い占めであったりね、買い占めであったり、うん、青に止まったらとかね、いろんなルール決めてやってもらえるともっと盛り上がれるとね。なるほど、よかったよかった。いろんなルール作れますから。2007年度は大変お世話になりました、はい、2008年もファミツーウェブ DVD よろしくお願いいたします。それでは皆さん良いお年を。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。